では15日間の行程でですね、で、まあ、大分から出まして岩手、まあ、この住吉小学校、まあ、宮城ですね、それから福島の、まあ、3県をまあ、そういう地域の方々、まあ、被災というかですね、まあ、された方々の、まあ、生の声を、まあ、子どもたちが直に、聞いていくということで、まあ、何か感じるものがあってですね、今後まあ大分にそれを持ち帰って子どもたちがまあメッセンジャーとして何か役割が自覚が出ないかなと思って企画しました。それは今の多分その教育全般に言えると思うんですけども、まあ小学校だけで言ってもですね、やっぱ学校も結構詰め込み方式でゆとり教育から脱却しないといけないということで、学校で詰め込まれているで、子どもたちは塾、スポーツ、まあ、イベント等で忙しい毎日を今の小学生は結構送っているので、ぼーっとして自分から何をしたら楽しいのかなっていうのを、こう長い時間考える時間っていうのが今多分ないんじゃないかなと思うんですよね。それをなんか今回、まあ、ダラダラっていうわけじゃないんですけども、この東北に来て体育館で寝そべってて2時間3時間普通に時間が過ぎていく中で、まあ、何かそこで、ああこんなんじゃいけないのかなとかですね、まあ、もしくはなんかこんな時間も楽しいなとかいうような感情をなんかこう思い起こすことで、何か本人のきっかけになればいいかなと思ってですね、詰め込まずに、まあ、結構フランクな旅にしてみたんですけども、なんかこう社会が今子どもたちが生きづらいような流れになっているのかなと思って、今回のちょっと緩い企画にしてみました。まあ、昔から有名なそのボーイスカウトのような活動はやはり日本の中でまあかなり、日本はまあ先を行ったと思うんですけども、最近どうしてもそういう活動が、少し弱くなっているっていうところもありまして、まあ、それに変わるような強いものになるかどうか分かりませんけども、ただもうこういう東日本大震災を経て、今後私たちやらないといけないというのはやっぱり防災、減災っていうのを強く押し出していくには、私も防災士でありますから、地域の防災訓練なんかをですね通じて、大人が子どもに与えるだけじゃなくて、子どもたちがどうやったら自分の命が助かるんだっていうのを、子どもたちだけで子ども会議みたいなのをどんどん開いていってですね、子どもたちに防災減災を企画させるっていうのをやるには、やはり現地を見てみないとですねイメージができないので、そういう意味ではこの子らが今後、そういう活動に携わっていってですね、子どもたちから大人たちに気づかせるようなことが起きてくればですね、いいのかなと思っています。まあ、まずは、今回訪れて本人たちが感じたことで、現地の子どもたちにこんな話聞いたんだよっていうことを、やはりメッセージとして大分で、まあ、彼らが、人の場でですね発表を繰り返していく中で、どんどんその言葉を自分にも落とし込めるように、なるぐらいまで、その回数をですね
一応まあ今回もうすでに9月10月も企画してますんで、まあ、そういう場を与えてあげてですね、そこから逆に彼らが自分で何ができるのかっていうのを自発的に意見を上げてくるぐらい、僕らはその体験をですねさせていきたいなと思ってます。